近畿日本鉄道近畿日本鉄道の車両形式 L c カー L c カーとは近畿日本鉄道のロングシートクロスシートの両方に転換可能なタイプの座席であるデュアルシートを設置した一般車両に付けられた愛称近鉄では長距離運転の一般列車が多数運転されている大阪線や名古屋線には従来から クロスシート車両が多数投入されていたが、その中でも1970年に登場した2 6 0 0系や、派生形式である2 6 8 0二2 6 1 0系は、当時の国鉄1 1 5系電車などで、一般的であった近郊型電車と同様の対面式固定クロスシートを装備しながらも、大阪近郊の混雑対策として、片側4、扉車体で落成していた。 しかしながら、2600系列割率赤面積が狭い、ために通勤輸送に難がある上にシートピッチが狭く、快適性に問題があり、年月が経過するにつれて、特急料金不要の一般列車でも快適性を求める傾向が出てきたため百9 8 8年には、片側3扉転換クロスシート車両の5200系が投入された。系の投入により、 大阪線や名古屋線急行の快適性は飛躍的に向上したが極端な混雑のない名古屋線には適していた一方で大阪近郊の通勤輸送には問題があるという課題が残っていたそこで混雑の激しい大阪近郊の輸送と換算時間帯の観光輸送という相反する需要を両立させるためにロングシートと クロスシートの切り替えが可能なデュアルシートの開発が進められた結果、1996年に2610、計2621回を試験車として改造し、1996年2月5日より大阪線と名古屋線で試験運転を兼ねた営業運転が行われ、この試験車の運転結果をもとに新造車と在来車の改造車が本格投入された。一方、 クロスシートによる観光輸送需要よりも混雑対策の需要が大きかった奈良線系統においても換算時間帯は観光輸送の需要が増加したために奈良線系統にも心臓車が投入され現在に至る標準機の幹線で快速急行、急行などで運転されておりその用途から急行用車両に分類されることもあるが実際の運用では普通列車や準急、 区間準急にも使用され、種別を問わず運用されている。すべて片側4、扉車であるため、編成量数が同一であれば、片側4、扉ロングシート車両と同一の運用に組まれていることが多い。大阪線と名古屋線に配置される編成には、長距離列車や団体貸切り運用を考慮して、トイレを装備した車両が編成中に1両。 連結されている。改造車と新造車では、種車の車体設計が異なるため、車両転員や冷房装置、車端部、ロングシートの配置に微妙な差異があるものの、全車両に共通する部分として、ドア間中央のデュアルシートは両側に2人掛けシートが3組で12席、車端部はロングシートとした座席配置となっており、上行扉の両側に手すりを兼ねた。 仕切り壁が設置されている。新造車はすべてバリアフリー対応車両であり、改造車も全編成の PC 車連結側に車椅子スペースの整備が行われている。1996年10月1日に l ーカーデュアルシートは通称産業省選定のグッドデザイン商品に選定されている。なお、鉄道車両のシートが選定されたことは、 通称産業省が1957年にグッドデザイン商品選定制度を創設して以来初めてのケースである。近鉄電車のつり革は丸型であるのが通例だが L、C カーに限り優先座席以外の前にも三角形のものが取り付けられている。競技では心臓形式の5800系、5820系を指すが、講義では以下の4形式から構成される。 2017年4月1日現在、改造形式も含めると4両編成7本、6両編成14本の合計112両が在籍している。近鉄2610系改造、L、シーカー近鉄2800系改造、L、シーカー近鉄5800系 L、シーカー近鉄5800系電車の車内、クロスシート時。 近鉄5800軽電車の車内、ロングシート時。近鉄5800軽電車の車内、車端部の固定式、ロングシート。近鉄5800軽電車の車内、トイレ前のクロスシート。近鉄5800軽電車の座席更新後の車内、クロスシート時。近鉄5800軽電車の座席更新後の車内、ロングシート時。 近鉄5800軽電車の座席更新後の車内。車端部の固定式、ロングシート。近鉄5820軽電車の車内。クロスシート時、近鉄5820軽電車の車内。ロングシート時、近鉄5820軽電車の車内。車端部のロングシート。改造、L、シーカー2811階の車内改造、L、 シーカー2811階のトイレ前の座席改造 L、シーカー2811階の車端部ロングシートが3席設置されている改造 L、シーカー2811階の車端部ロングシートが6席設置されている運転室入り口横に飾られた L、シーカーのエンブレム前面に飾られた L、シーカーのエンブレム このデュアルシートは厳密には近鉄で発案されたものではなく、1972年に日本国有鉄道のクハ79,929で同種のアイデアに基づくロング、クロスシート可変機構を試作搭載して実験したという全種が存在する。こちらは機構的な洗練度が低く、また当時の輸送事情では、 導入が困難であったために実用化は見送られたが、4扉通勤車で、ラッシュ時の収容力確保と換算時及び、長距離客の快適性の両立を図る。この構想は、実は、国鉄時代の水田工場で発案されたものであった。同種の機構を採用した車両については、以下の実例がある。首都圏では、クロスシートでの運用時は、座席指定性の列車に用いられることが多い。 abcdefghi jklmn opq カラーブックス日本の私鉄近鉄 2p2p11p16p39p40p142p144p148isbn4586509058abcdefghi 近畿日本鉄道完全データ P53P66P68ISBN9 兆7848億6201万 3934ABCDEFGHI 近畿日本鉄道の秘密 P128P129ISBN978 から4から569811420公有者 鉄道ファン1996年4月号通貫 425P86 鉄道ファン2009年9月号購入者大手私鉄車両ファイル2009車両配置表車両データバンク鉄道ファン2015年8月号購入者大手私鉄車両ファイル2015車両データバンク鉄道ファン2016年8月号購入者大手私鉄車両ファイル2016車両データバンク 近畿日本鉄道、近畿日本鉄道100年の歩み、2010年、447ページ。ABCDEF、鉄道ファン2017年8月号購入者、大手手鉄車両ファイル2017車両配置表、車内設備を一新した、新造車両4両編成2本導入、京浜急行電鉄、 https://www.kq.co.jp:/company:/news:/2020/20210120hp2109e HTML2021 年1月20日閲覧。ありがとうございます。